今日は早起きができた朝活を紹介するよ。5時半起きはだいたい金曜日疲れ果ててすぐ寝ちゃうから土曜日の朝が多いかな。準備運動を兼ねた軽いストレッチをして、この日は雨が止んでたので大好きなロードバイクに乗るよ。弱虫ペダル見てる子いるかな。朝は涼しくて人も少ないから走りやすい。運動した後のシャワーは本当に気持ちいい。好きな音楽をかけながらスキンケア、ボディケアするのはおすすめ。普段はがっつり朝ごはんを食べることは少ないんだけど、余裕がある朝はちょっとおしゃれな朝ごはんを作っておうち時間を楽しんでるよ。近くのスーパーで安くなってた低糖質のイングリッシュマフィンを使ったよ。エッグベネディクトはおしゃれなのに簡単にできるからおすすめ。えのきとキャベツとささみを入れたデトックススープを作ったよ。優しい味で朝におすすめ。最初に作ったオランデソースをかけて完成。オリーブオイルと塩で食べるサラダも大好き。この調整豆乳のパックで入れるときいつもこぼれちゃうんだよね。天気が悪い日にもおすすめ。ぜひやってみてね。